おう待てや、真島。ああ、誰やお前ら。オデッセイのもんやって言うたら心当たりあるやろ。オデッセイ、望みの引き抜きなら山形と話はついとるで。支配人が納得しても俺らが納得するか。国によってうちのナンバーワンを引き抜くた。ええ度胸しとるやないか。あんた、お客様は神様や言うて客に土下座までするらしいやないか。夜の帝王かなんか知らんが、客には通用しても俺らに土下座は通用せんで。お前らの言う通りや。あ？お客様は神様や。うちの店に来た客になら土下座でもするし靴でも舐めてるわ。せやけど客やないなら話は別。まして喧嘩売りに来たチンピラなんぞに俺が優しいと思うな。大層な口聞けんのも今のうちや。お前ら仕返ししたかったら店に来いや。客としてなら土下座でも何でもしたるわ。ただその後どうなるかは保証せんぞ。この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟、